2023年、4月2日。本日、阪神タイガースの試合が終わりました。状況を述べさせていただきます。かたや、阪神タイガースが勝って、ヤクルトも、勝ってます。で、巨人も勝ってます。で、これもデータ上がってきてるんですよ。その東京都出身の人間が総理うんぬんとか、秋田県出身の菅さんが 総理になるちょっと手前の頃からね、水面下の話でも次菅さんが総理っていう話はもう出てるから、あの人たちもエシュロンで音声拾われてるんです。だから秋田県の J3 のチームが28勝、0敗、8引き分けで J2 に上がってきたんですね。こういうふうに出身地云々等が、関与してるっていうことに関しては、政府のトップである内閣の人たち、総理とかに、しっかりと情報を上げてます。で、返答してくださいと。岸田さん東京都出身ですけども、多分それ影響してますよっていうことで、岸田さんはこう返答してくれてるんです。お前側って、淡井圭介に対してね。ね。淡井圭介は阪神タイガース側。ね。他のところ勘違いしないように。ね。淡井圭介からの提案で、安倍さんを日本一の、歴代1位の任期が歴代1位の総理に なってもらうと、そういうふうな方向で、外交とか固めさせてもらったんです。その辺は立憲民主党の方たちも外交を固めるという部分では OK なんです。そこは了解もらってます。ね。で、元総理である現在副総理である、麻生太郎さんが、ずいぶん前から、数年前から、5年以上前だったと思いますけども、まあ、マスコミの人たち等も含めてね、いいか、お前らあいつの勢い止めんじゃねえぞ、って、僕はどれだけ重要な人物なのか、麻生太郎さんもものすごくよく理解してますから、ね、世界中の為替相場から、原油価格から、株価から、いろんなことに関わってるんです。で、そこで金儲けだけの人間が、そこの世界に加わっちゃダメなんです。そこに善意があって、中間所得者層の人たちを、増やしてあげなきゃなんない。人生泣き入ってる人たちを助けてあげなきゃなんない。そういう心を持った人間の、提案とかで、指示、党によって物事を動かさなきゃならないんです。それを分かってるんです。良心があるんです。そういう方じゃないと総理になっちゃダメなんです。だからこの国は淡井圭介と会った人が、ほとんど総理になってるんです。鳩山由紀夫さん、国夫さんも淡井圭介と会ってます。ね。民主党、もともとね、今立憲民主党ですけども、まあ母体となっているところが、そこも淡井圭介との関係大事にしてるんです。だから国会でも私の方がね、間入って、もうそんな議論いいですよって、その内容、いやいや、もうそれ裁判通りませんよっていうところはご指摘させていただいています。それが真実なんです。裁判所では真実が全て。いいですか？スポーツの話にもう一度戻ります。東京のヤクルトの一人勝ち状態、日本一の回数めちゃくちゃ多い。阪神なんか、ま、長い歴史が、阪神タイガースの方が歴史長いの日本一になったことあるの一回だけ。絶対おかしい。こんな世の中。ね、パリーグとセリーグの日本一の回数見てください。ほとんど同じなんです。五分五分。一生差がつくかどうか、ずっとね、うまいことを喧嘩にならないように、ね、神がかり的な力とか、スーパーコンピューターとかも神がかり的な力使う、人間も使う、あの世の人たちとかも見てる、天の神様も見てる、そういったことすべてひっくるめて考えて、うまく喧嘩しないようにしていきましょう。これがパリーグとセリーグなんです。ね。乱闘なんかも持ってのほか。ね。今日もエスコバー選手打たれましたよ。当たり前ですよ。入れ墨なんか入れてたら、これね、とんでもない違法行為なんです。入れ墨入れたら。ね。暴力団によって人生めちゃくちゃにされた被害者の方たちいっぱいいるんです。暴力団が加害者でしょ。で、暴力団の印が、入れ墨でしょ。そんなもん入れたらテレビ出しちゃダメっていう話になるんです。BPO っていうのはあるんです。被害者の人たちとかがテレビを見ていて、ね、本当に不愉快な思いをする、嫌な思いをするっていうところ、そういう人たちテレビに出しちゃダメだっていう法律があるんです。BPO っていうものが。それ、テレビ局で通って政府がしっかりと作ってきたものなんです。本当にエスコバー選手、根性を出し、入れて、自分で皮膚焼いてね、レーザーで。皮膚焼いて入れ墨消しなさい。そうじゃなかったら構成してるとはみんなしません。で、阪神タイガースの、ケリー選手だったかな、外国人ピッチャーの、選手、ガム噛んでる。論外。試合中に、試合中は勤務中。練習中も勤務中。プライベートの時間以外、ガム噛んでいい時間帯なんかない。そんなもう人ももう BPO でテレビ出れなくなるから、本当は。ね。これが本当にしたら、あなたたちにそんな高い給料を払う理論なんか僕の前では通用しませんよ。僕が訴えたら本当にお金、取られますよ。請求。
三振党以内まで民事行けるんですよ。ガーシー議員が泣き入ってたでしょ、悪いことをしてた議員ね。ね、アラブ首長国連邦に逃げてたでしょ。無理無理。僕の名前出してもらったら、サウジアラビアのサルマン国王とか、ムハンマド皇太子とか、淡井圭介のこと知ってるから。ね。イランと、ね、サウジアラビアが、この間、中国が間に入って友好関係を結んでもらったんですが、昔があそこが、あの2カ国が対立をしていて、それによっての代理戦争っていうのが昔からあったんです。だからそこの2カ国を仲良くしてもらったらね、話が収まるんですよ。戦争なんないんですよ。で、余計に、軍事訓練とか置かなくて済むから、石油とかの無駄消費が、省ける、金属の消費も省けるっていうことになるんですよ。それを中国の習近平国家主席として、あの王毅さんももともと僕と会ったことある人なんですよ。僕は二十歳ぐらいの頃フルーツラパーグに来てます。僕はレストランカトレアっていうところで勤務してる時にね、たどたどしい日本語しか話せなかった人ですから、記憶にしっかりと、思い出すことができたんです。あ、やっぱり王毅さん僕と会ってるわって。だから出世コースに乗った。なぜかっていうと、世界中を平和に導くためには、ね、話し合いで、西側と東側の諸国が戦争になった時に、これ間に入っていける国がいなきゃならない。それが GDP 第2位である中国であり、日本、第3位である日本なんですよ。この2カ国はしっかりと世界中に日本と中国仲良くしてますよ、ということをアピールしておけば、日本とアメリカのあの平和外交もそれ重要です。それはイギリスとも重要だし、世界中どこの国とも重要なんですけども、その重要な国同士のとこ水面下で僕は進めさせてもらったんですね。だから後の歴史で、今世界政府の上層部で、まあ経団連の大きな会社とかで淡井圭介知らない人まずいません。これはこの世の中の現実で、後の世代後の世代彼の言ってることを聞こうってちゃんと耳を傾聴して聞いてるんです。彼は法律に沿って物事を動かしていると。しかも行い方がものすごくうまいと。で、話通すとこ通してると。もうしっかりしてるんですよね。僕のことを認めてくれてるんです、実力自体をね。で、彼の持っていこうとしてる方、世界は正しいっていうことを認知してくれてる。ね。安倍さん認めてる、今、現総理である岸田さん認めてる、元総理である副総理である麻生太郎さんが認めてる、社会的地位でもう東京のチーム勝たせませんから、スポーツ業界。これ理解しておいてください。審判団の人たちもしっかりと、理解しておいてくださいよ。プロ野球界のリーグもそうだし、他の、バスケットボールやラグビー界も同じ。いいですか？することしっかりきっちりしてるところが勝てる、社会に、スポーツ業界も僕が神がかり的な力でしっかりと、正しますからね。で、多分裁判所に呼ばれる人たちいっぱい出てくると思います。今からね。もう確保しておいてください。暴力団に司法取引でキャバクラに来てた人間とかのリスト、もう性風俗に来てた人間なんか論外。もう絶対もうその人、もう泣き入るぐらいの裁判しますよね。ガーシー議員が泣き入れたでしょ？妹とか母親とかまで、その親族までは勘弁してくれって、ね。警察が乗り込んだら、まあ身内のところはまず、行かれますよ。刑事訴訟ね。で、民事でもお金のね、だけの裁判でも、まあ、地裁までが、お金の、民事訴訟になってくるんですけども、高等裁判所以上は刑事事件を扱うところなんです。で、民事でもね、三親等以内まで、ね、親族辿っていって、三系列まで請求できるんです。それ払わなかったら、逮捕なんです。裁判で判決って、払いなさいって出て払わなかった。それ、逮捕。わかります？ね。こういう世の中ですからね、淡井圭介の実力甘く見てちゃダメですよ。本当に。ね。気候関係にもものすごく深く関わってますから、淡井圭介の157番のところに証拠として書いてるところね、台風を消滅させる人間が神がかり的な力で最強とされています。ね。こんなに強い人間見たことあります。あなたたち全員負けますよ。僕に歯向かってきた人間。本当に。僕に歯向かう人間っていうのは、大抵のところ暴力団と関わってきたところってなりますから、もう答えはっきりしてるんです。裁判官は迷わない。そんなところ答え。ね。社会全体の流れ見たらわかるでしょ。山口組も僕は三つに割れって言ったら、ね、政府が動いて、水面下で動いてるんです。三つに割らされてるんです。で、大阪の方もね、万博を、
に関してのところで海外の人たち来て勘違いされたら困るから、エロ業界徹底的に潰しなさいっていうところで、暴力団のところは徹底的に取り締まりやられてるんですよ。で、工藤会もずっと野放しになってたでしょ。一般人を撃ち殺したり、あっちこっち発砲事件を起こしてるんですよ。パチンコ屋とかで撃ちまくったりして、もう今から20年、25年ぐらい前から。で、それが裁判所が野放しにしてたのもおかしいでしょ。検察が上げないからですよ。で、警察がしっかり捜査してないからです。だから僕はおかしいって言って、もう全国の都道府県から警察、まあ、工藤会が構成員と準構成員で、まあ、大体ですよ。大体1000名ぐらいだから、4000名当てて4倍の兵力ね。昔から戦で、4倍の兵力差なんかつけられたらまず勝てない。それを、逆転してきた、歴史上の軍師とか武将は実際います。日本にも、中国にもね。ね。諸葛亮孔明とか、もともとそういう人たちを率いてた劉備玄徳の人徳をまず本当は見なきゃなんない。曹操は、素晴らしい文官も武将もたくさん揃えてましたけど、まあ、兵力差があった。義はね。だから統一することができた。これがまあ、表立ってのね、まあ総理の本当のところは外交でうまくしてたんじゃないかなっていうのが本当は僕の中では真実だと思うんですよ。だってね、赤壁の戦いで曹操軍90万対5と蜀の連合が、10万で、まあ、結局蜀と5の連合が打ち負かしてるんですよ。10倍近くある兵力に対してね。だけども赤壁の戦いって、河川の上でね戦をしてるんですけども、急にね切り切ってね、義の曹操90万人分の船急に作れるかって言ったら絶対無理。そんなことないから、急にそんなもの作れない。そんなの絶対無理。食料も乗せなきゃなんない、馬乗せなきゃなんない、絶対無理。急に船漕ぐんだって上手い人が漕がなかったらちゃんと進まないから、帆を畳んでとかね、帆船つけてたでしょ。多分物語で物事を進めてたと思うんですよね。相手を少し立ててあげたんですよ、きっと、食と語の人たちを、物語で。多分そうだと思いますよ。もう、今更そんなことね、確かめようがないんです。確かめようがないんですけども、まあそういう話だったんじゃないかなという推測です。僕は平和な社会であってほしい。まあそういうふうなね、心意気から、今回述べさせていただきました。今笑ってますけども、スポーツの試合の勝ち負けの時、取り組んでる時、僕一切笑いませんから。阪神タイガースの、今シーズン2023年、4月2日の3試合目ね、才木投手が投げてましたけども、マウンドいるときは笑ってない。良いピッチングしてた。気引き締まってる。わかります。だけども、降りてからね、ベンチの中で他の選手もそうなんですけども、試合中笑わない方がいい。悪送球出たでしょ。ね。いろいろあるんです。仕組みが。だから、勝負事だからね、最後の最後まで気を抜かないこと、裁判と同じ、裁判所で金なんか抜いてたら偉いことになりますよ、本当に。とんでもないことになりますから。議員さんとかなってる人たちとかで、借金1億あるから議員になってる人たちとかいるんですけども、まあ、もともと立花さんが率いてた党ですけども、もうむちゃくちゃになってるでしょ。あれ、法律のことよくわかんない人は、もう政治家なんかになっちゃダメなの。ガーシー議員出したでしょ。ね、アラブ首長国連邦なんかに逃げ込みましたけど、無理なんですって。世界中で淡井圭介を知らない人なんかいないんですか。だって淡井圭介がプーチン大統領にね、任期伸ばしてもらって、習近平国家主席に任期伸ばしてもらったり、日本で歴代1位の総理になってもらったり、黒人初の大統領オバマさんになってもらったり、話つけるところつけてるんですか。こんな巨大な人脈持ってる人間に、ちゃんとこっちは法的手続きしてるんですから、無理ですって。誰も勝てませんから。こういうことです。皆さん、本当に悪いことしちゃダメですよ。本当に、ね、銀座のホステスのクラブとかも絶対出入りしちゃダメですよ。コンピューターに抑え込まれますから、その人、成績出せなくなりますからね。スポーツの世界。本当のことだから。もう、性風俗なんか終わり、本気で僕に訴えられますよ。お前ら本当舐めてんのかと。ちょっと刑務所行くかと。暴力団とつるんでたんですよ。グループとして動いてたんでしょっていうこと。暴力団への資金供与っていうことになるの。刑事事件にできるの。もっとすごい裁判、僕一回高等裁判所してますから。僕に対してボロカス言ってきた神戸北区役所の、ね、主査の人がいたんです。ね、主査といえばそれなりの立場ですよ。その人に対して、ね、僕も話通すことを通しますから。北区役所だから、北区長の人いらっしゃいますかと。
ちょっと来てもらえますか、許可いただけませんかと、今から録音ここでさせてもらいますけども、主査の人、さっきと同じ喋り方で喋れますかと、今からじゃあ話し合いしましょうよということで、許可もらったんです。校長は来たと。法律よく分かってる人が来たと。この人に逆らったらこっちがとんでもないことになるということを分かってるから、すぐに許可出したんです。で、主査の人は、急に丁寧な敬語の喋、り方に変わりました。もう録音機材で、もう録音始まってるから、ね、許可もらったから、合法なの。もう僕のところに落ちてないの。で、それを裁判所にいろいろ挙げられて、高等裁判所で話進んでるんです。普通高等裁判所までなかなかたどり着かないんですよ。訴訟の世界でね。わかります？ごちゃ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 絡んできただけで、刑事事件で高等裁判所なんかそんなハイレベルなところで、ね、公務員の人でも裁判かけられるんです。わかってます？ BPO の話。あのね、本気で刑事事件化しようと思ったら、刑事事件化できるんですからね。ね、根性出して、レーザーで早く、皮膚をね、焼いて、テレビでね、マウンド登りたいんだったら、1軍にいたいんだったら、2軍にいたいんだったら、プロ野球業界にいたいんだったら、3軍でも僕許しませんから、入れ墨入れてる人。わかりました。これが、プロ野球業界や、他のスポーツ業界、世界中も含めてそうです。私は世界中に対して、影響力持ってますから、ね、スーパーコンピューターと稼働させても正すところ正しますから、皆さんしっかりと僕の言葉翻訳されてるはずですからね。もう今更聞いてませんじゃ逃げれませんからね。エシュロンがその記録を出してきますからね、裁判所で。エシュロンというコンピューターが人間の音声100年分本当に記録してますからね。多分画像も持ってますよ。はい。長い間ご清聴ありがとうございました。勝負事ですからね。皆さんきっちりしましょう。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。本当に今年、阪神タイガース日本一狙ってますからね。エンゼルスも1日で逆転しましたからね。もうゴーダー、発揮してるでしょ。打つときは打つような形に変わってるでしょ。最初ね、みんなが言ってるでしょ。エンゼルスは打てないって違いますから。ね。いろんなことも僕はもう調べ上げたらもう物事コロッと変わりますから。ね。今日かな、阪神タイガースの試合で審判のストライクに関するジャッジがちょっと甘かった。で、大リーグでジャッジという選手がいますけども、ね、三冠王を取った選手、ヤンキースの、アーロン・ジャッジ選手ね。審判が、ジャッジね、これ他のスポーツとかもつながりで出てきますから、他のスポーツでも審判がジャッジをしくじると、多分アーロン・ジャッジ選手の成績は下がります。ジャッジという名前をつけて出てきた以上で、自分の名前にみんな意味を持って生まれてきてるんです。だから親が自分の子供に、しっかりとした名前をつけてあげなきゃならない。僕の淡井圭介の K っていう意味からの始まる感じのね、僕のホームページ淡井圭介より行けの目的、まあ目次かな、目次のところをまず見てください。そこに下の方のところにね、僕の名前に関するところ、漢字の意味を記載してます。それ見たらわかります。ああ、そういうことかと、すべてが話つながってきますから。これが一つなぎの財宝、ワンピースです。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。ペナントレース、最後まで阪神タイガース、頑張りましょう。で、ヤクルト、申し訳ないですけども、最下位行ってもらいますよ。本当に。もう東京包囲も、昔巨人勝ちすぎてる。巨人も B クラス行きは妥当。これが私の、試験です。以上、淡井圭介からの、スポーツ業界へのメッセージです。長い間ご清聴ありがとうございました。